シャーガー、シャーガー、1978年、不明とは、アイルランド生まれの競争馬である。エプソムダービーを史上最大の喫茶となる重馬身で、圧勝。インターナショナルクラシフィケーション140ポンド。種ボバとなった後1983年に、誘拐され行方不明となった。この馬を描いた同名の映画、シャーガーがある。 所有馬の競争馬名の由来がわからないことで知られるアーガーハーン4世のモチーフ馬で、この馬の場合も競争馬名の由来は不明である。シャーガーは1978年にアーガーハーン4世が所有する牧場で生まれた。2歳になるとイギリスの調教師マイケル・スタウトのもとへ預けられ調教を受けた。九百八十年九月にニューベリー競馬場で行われた プリスプレートに出走。デビュー戦を勝利で飾った。翌10月に G1 フューチュリティステークスに出走。ベルデールフラッターからニバシンハンサの2着に敗れた。2001勝でシーズンを終えたシャーガーに対する評価は、ヨーロッパ全体の競争場を対象とした2歳、フリーハンデで31位。ブックメーカーが年末に作成したダービーステークスの単勝オッズが34倍とさほど高いものでは、 なかった。1981年、陣営は2000ギニーには出走せず、目標をダービーステークス一本に絞った。4月のクラシックトライアルで10馬身、5月のチェスターバーズで12馬身差の喫茶をつけて優勝し、単勝オッズ一番人気、1.9倍で6月3日のダービーステークスに出走した。シャーガーは、後位からレースを進め直線入り口で先頭に立つと、 そのまま優勝。二着馬につけた喫茶は、公式の記録に残されるようになって以来、ダービーステークス史上最大となる10馬身であった。起乗していたウォルタースウィンバーンは、レース後、あんな大差がついてるわちっとも気づかなかったよ。というコメントを残している。6月27日には、アイリッシュダービーを勝ち、イギリス・アイルランド両国のダービーを勝った、史上7頭目の競争馬となった。 翌7月25日には、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスを優勝した。キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークス優勝後、陣営はセントレジャーステークス出走を表明した。この当時ダービーステークス優勝馬がセントレジャーに出走することは珍しくっており、この発表は競馬関係者を驚かせた。陣営は外戦門賞のステップレースとして、 セントレジャーステークスを選んだのだと説明した。シャーガーは、単勝1.4倍の一番人気に支持されたが、レース終盤に伸びをかき、4着に敗れた。レース個人 A は、外戦文章出走を取り消し、シャーガーを引退させると発表した。シャーガーはこの年のイギリス年度代表馬に選出された。競争オーバーを引退したシャーガーは、アーガーハーン4世がアイルランドで経営する。 バリメニー牧場で種ボバとなった。キング・ジョージ6世・六世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークス出走前にすで、総額1000万アイルランド・ポンド、約43億円、1株25万、アイルランド・ポンド40株のシンジケートが組まれていた。1982年の春には44頭のヒンバと交配され、翌年28頭の子馬が生まれている。 初年度の3区は28頭で、そのうちの1頭アウザールは、アイリッシュセントレジャーで優勝、シャーガー3区の代表格となった。この他には、1 0 0二2着オークス3着の成績を残した、ヒンバメースウンラを出している。3区の総収録賞金は284,426ポンドであった。1983年の繁殖シーズンが始まる。 直前の2月8日夜9時頃、覆面をつけた男6人がバリーメニー牧場に侵入し、牧場長を銃で脅して、シャーガーを誘拐する事件が起こった。その翌日、犯人グループから200万ポンド、約7億円帳の身の白金を要求する電話があり、チンジケート側がこれを拒否すると、以後の連絡は途絶え、シャーガーの行方は完全に不明になった。 アーガー・ハーン4世に恨みを持つ者の犯行説や、アメリカに連れ去られたなど様々な説が流れたが、結局真相は解明されなかった。1984年1月、アイルランドの警察は、事件はアイルランド共和軍によるもので、シャーガーは誘拐後まもなく殺害された模様との見解を発表した。なお1983年11月、イギリスの保険会社は、 シャーガーのシンジケート株の所有者に対し総額700万ポンドの保険金を支払っている。3区の中ではアウザールが最も活躍したが種子売り後すぐに日本に輸出されてしまったため不敬は途絶えた。ただし現在でもイランイスラム共和国で存続している可能性がある。1999年グッドウッド競馬場にてシャーガーの名を冠した。 騎手招待競争のシャーガーカップが創設された。現在は8月のアスコット競馬場において開催され、ヨーロッパ及び世界各地から有名騎手が招待される大イベントとして認知されるに至っている。シャーガー消失から8年後の1991年、イギリス新聞ザ・サンの一面に、シャーガーは生きていた。虚勢されているが元気であり、7月のキング・ジョージ6世。 アンドクイーンエリザベースダイヤモンドステースに出走予定との記事が掲載された。結局これはエイプリルフールのジョークだったが、このネタは以後エイプリルフールの定番ネタとなり、毎年その時期になると英国各地でシャーガーが発見出るようになった。さらに、シャーガーの死亡証言や遺体等々式きものも頻繁に見つけられている。1992年サンデータイム誌は、 別件で逮捕された IRA 暫定派のメンバーからの証言として IRA 暫定派が資金確保のため誘拐しシャーガーが暴れたためすぐ射殺されたとの証言が得られたと報じている。また1996年には同じくサンデータイムから北アイルランドのダンゴール州でシャーガーの遺体らしき骨が発見されたという報道があった後にエイプリルフールのジョークと判明する。 2000年には、バリーメニー牧場から160キロメートル離れた山中で、二つの弾痕がある馬の頭部が袋に入れられた状態で発見され、シャーガーのものではないかと騒ぎになった。獣医師により、シャーガーから採取されていた2本の毛髪、および、シャーガー3区との DNA 鑑定が進められたが、その DNA は一致せず、さらに2歳頃の子馬の骨であることが判明し、これも、また、 シャーガーとは無関係であったことが分かった。シャーガーの誘拐事件をもとにした映画も存在する。1999年にアメリカのハリウッドで作られた映画、シャーガー、デニス、ルイストン監督作品がそれであり、シャーガーが同馬を大切にしていた一人の少年によって助け出される流れの話となっている。ファミリーラインを遡ると、七代母に、 アーガーハーン4世の祖父アーガーハーン3世の所有場、ムムタズマハルガイル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。